ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回はアンダーマンフローベロシティウィンド、こちらを紹介していきたいと思います。それでは開けてみましょう。来ました、こちらです。じゃあ箱から開けてみましょう。はい、開けてみました、ね、このフローに関して言うとですね、このフローベロシティウィンド、特徴は何といってもこのミッドソール新素材のフローです、ね、これがやはり強調されているシューズと。で、これで5000のね、タイムトライアルをやってたというのが情報でありましたけれども、まあ、それほどこう、ミッドソールに自信があるって感じがありますね。ですので、屈曲性がね、意外にないんですよ。ということは、跳ねやすいっていうところの特徴でもあるかなと。で、さらに軽量化するために、アウトソールがないんですね。なんかもう、汚れるのが目に見えてるんで、ちょっと不安なんですけど、買い立てはね、新鮮で、ね、いいんですけれどね。ただですね、このアウトソールない代わりに、ミッドソールのこのね、グリップ、これがですね、効いてくるわけですね。ですから、しっかりとこう捉えて滑りにくいと。いうんで、ドンと捉えたら行きやすいよと。まあ、スパイクなんかまさにそうですけれども、この小さい点というのは、やはり、点が小さければ反発しやすいので、まあ、こう、うまく、設置してくれたら飛んでいくんじゃないかなという気がしますね。で、見てもらう通り、こう、点がね、かかと、ね、母子球、小子球という、この3点で、あとは抜けていく構造ね、ここの構造になっているということです。ですので、最近のね、流れですけれども、わかりますかね、かかともつま先も両方あっているので、やはり前に推進力が生まれるシューズではないかなという気がします。で、アッパーなんかもこう、面白いですね、これね、構造が。通気性もいいですし、あとはフィット感でしょうね。うん。でも、シュータンなんかもメッシュになってますんで、あとは、どうしてもこういう柔らかい、先がね、細いものってのは当たると、気になるんですけど、これ柔らかいですから、そこの辺はいいのかなと。で、かかとの部分は非常に柔らかくね、包み込む形ですね。この包み込むタイプはやっぱりしっかりとかかとをね、戻してあげて、しっかりとヒールカップに、途中量にかかとをフィッティングすることが大事ですから、しっかりかかとトントンとのを忘れないようにしていただければと思います。ではちょっと重さを測ってみましょう。2267ぐらいですね。まあ非常に軽いですよね。26センチがこのシューズですから、まあ非常にいい形です。じゃあちょっとインソール取ってみました。わかりますかね。かかとの部分が26ミリ、つま先の部分が18ミリ、したがってドロップが8ミリと。ですので、ちょっとこう、形状としてはコルカル系なので、あえて低めにしているのかなって。ね。ですので、まあ、それでもね、6ミリとかそこまで低くないんで、これだけ転がるんであって8ミリだったら十分、いいんじゃないかと思います。ただ何遍も言いますけど、こう、ミッドソール向き中心が軽いね。軽くなるんですけど、やっぱりこの耐久性がね、心配になってくるかなと。まあ仕方ないことですけれどもね。で、もちろんアンダーアーマーシリーズですから、内蔵チップ。これが入っているということです。チップが入っているので、すなわちスマホにね、近づければそのまま走った走行距離やスピードとかが転送されてくれる非常にありがたいものが入っているということですね。ですので、スマホいらずでそのまま走っていただければデータが蓄積されてくるよというシューズになってきます。
で、やっぱりこのかかとのところがこう気になりますね。こういうふうにね。最近この、あえてくぼみを作ってっていうので、やっぱ転がるためにはそれの辺の、あとは横のブレもないのかなっていうのは気がしてならないですね。ですので、しっかりちょっとこれで走ってまた、感想を述べていきたいかなと思っています。今回はアンダーアーマー、フローベロシティウィンド。風になりたいですね。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想を共有に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。